クリスティーヌ・マリード・フランスは、サボヤ公、ビットーリオ・アメデオ一世の公妃。イタリア語名では、マリーア・クリスティーナ・ディ・フランチア。未婚時代にマダム・ロワイアルの称号を授けられていた、ことから、マダム・レアルとも呼ばれた。フランス王・アンリ・四世と二度目の王妃、マリード・メディシスの次女として、パリで生まれた。姉、エリザベートの結婚後、自身が結婚するまで、 マダム・ロワイヤルの称号を有した。1619年にビットーリオ・アメデオと結婚した。1630年に夫はサボイア公となるが、7年後に休止した。クリスティーヌは二人の息子フランチェスコ・ジャチントとカルロ・エマヌエーレ2世がまだ年少だったため、摂政となった。暴婦の弟たち、マウリツェオ・スーキ教とトンマーゾが、義主とフランス勢力の介入にことを唱えた。 クリスティーヌの長男、フランチェスコ・ジャチントが要請すると、1638年、彼らはスペインの力を借りて、ピエモンテ戦争を引き起こした。二つの勢力は、プリンチピスティ、マダミスティと呼ばれた。四年に及ぶ戦争の後、クリスティーヌ側が勝利した。彼女は息子の行為を守っただけでなく、フランス側がそれ以上広告に介入するのを遮断した。 1642年に和議が成立し、マウリツィオは、ローマ教皇パウルス五世の許しを得て現属し、14歳の、名、ルイーザ・クリスティーナと結婚して、ニースの知事となった。クリスティーヌは、カルロ・エマヌエーレが成長するまで摂政を務めた。クリスティーヌは、1663年にトリノで死去した。ありがとうございます。